日本共産党の高橋千鶴子です、えー、お二人の経験ある医師の発言に非常に感銘を受けておりましたが、私、医師でもありませんしあの、お話をしているといつも質問を最後に残してしまいますので、今日は先週の質疑で残したところから始めたいと思います。あのこれしかし、関係あるんですね、今回の法案に、社会福祉法の審議で、えー、通告していたものの、 時間切れでできなかった問題であります、えー、まず伺いますのは、昨年成立した医療介護総合法に基づく新しい総合事業、これが今年4月から始まっておりますけれども、えー、今年の実施状況、また3年後、これは完全実施になると思いますが、予定自治体などがどうなっているのか、でまだ未定だとか、検討中の自治体などがあると、あのー、思いますけれども、どのように対応していくのか伺います。 きょうは、要支援者の方々への訪問介護や通所介護につきましては、高齢者の多様なニーズに対応するため、全国一律の基準に基づくサービスから、地域の実情に応じて、市町村が実施できるよう、今年の4月から地域支援事業の総合事業へ移行をしつつあるところでございます。 今年度は114の保険者が総合事業を実施予定と承知しているところでございますその際地域での多様なサービスの整備など地域の支え合いの体制づくりの推進には一定の時間を要すると考えられますことから円滑な事業実施のために法律上 平成29年3月末まで実施の猶予期間を設けておりまして平成29年4月からはすべての市町村で総合事業を実施していただくこととなっております国といたしまして市町村が総合事業に取り組む際の参考とするガイドラインをお示しするとともに 移行に向けた市町村職員を対象としたセミナーを開催するなど、市町村の取り組みを支援しているところでございます。引き続き総合事業の円滑な実施に向けた支援を積極的に行ってまいりたいと考えております。高橋静子君あの今あの平成29年の4月からは全て,ってお話をされれましたけれどもあの 資料の1枚目につけておいたんですが27年度中は今保険者数が全国1579のうちまだ114であると。 でまあ、4月から始められたのはまだ78にすぎないわけですよねで、圧倒的に29年の4月に始めるのが多くて1069、でもそれでもまだ未定、あるいは検討中の保険者が119残っていると、だからあの今のお答えはです、ね、あの当然やることになっているんだというお話なわけですけれどそれをどうするんですかというのを聞いたわけなんです。三浦路健局長 市町村の皆様方、職員の皆様方に対してはさまざまな機会を設けてこの総合事業への移行について、えー そのできるだけ早く取り組みを進めていただくようにお話を申し上げているところでございます、まあ、併せて先ほどセミナーと申し上げましたけれども、す、え、で、ー、に先行している自治体や、あるいはその総合事業を導入するにあたってのコツなども含めて、いろいろな情報を提供しているところでございます、今後ともそのような努力を引き続き続けてまいりたいと考えているところでございます。 高橋千鶴子君。はい、あの資料の二枚目にですね、これちあの自治体ごとの都道府県別実施予定保険者数っていうのをつけたんですけれども、まだゼロがいっぱいあるんですよね。そして、えー、一番多くても大分の十だと、つまり二桁にもいかないのが。 実態であると、だから相当これはですね、昨年の医療介護総合法の時に。あの、われあの、要支援外しじゃないかとか、さまざまな、あの、指摘をしたわけですけれども。やっぱり、それは、あの、かなり無理があった、なのではないかと、思っております。で、それを、あの、特段の決め手もない中で、あの、とにかく。 2二十9年の3月4月には始めるんだと言っているということをまず一つ大きな問題ではないかとあのうんですねでその上であの下の資料の1枚目の下の絵を見ていただきたいんですけれども多様な主体による生活支援介護予防サービスの重層的な提供ということで、まあ、高齢者の在宅生活を支えるためボランティア、NPO、民間企業社会福祉法人 共同組合等の多様な事業主体による重層的な生活支援介護予防サービスの提供体制の構築を支援するんだということであの家事援助だとか交流サロンだとか声かけだとか配色だとかという,こうイメージの絵があって主体がこうあるわけですね。そうするとこれは、えー、社会福祉法人まさに先週あの採決をしたあの 社会,福祉法人法社会福祉法を採決したわけですけれども、この社会福祉法人がこの,あの中での重要な担い手として期待されているということですよね、どういうふうなことを期待しているのか。三浦局長 お一人暮らしの高齢者や認知症の高齢者の方々などが増加しております、生活支援ニーズの高まりが見込まれているわけでございまして、配色や見守りなどの多様な生活支援サービスの提供を、提供体制を構築するということが重要と認識しております。 地域における生活支援や介護予防サービスの充実につきましては市町村が中心となって元気な高齢者をはじめ住民が担い手として参加する住民主体の活動や今ご指摘ございました社会福祉法人 そしてそのほか、NPO 法人や社会福祉協議会などの多様な主体による多様なサービスの提供体制を構築していくということが重要でございます。地域の実情に応じて支え合いの体制,体制づくりを構築していくという観点から、社会福祉法人も多様なサービスの提供,提供主体の一つとして、こうした役割を担ってきたいただきたいと考えているところでございます。はい、高橋静子君 そうするとです、ね、先週あの、随分議論をいたしました社会福祉法人の、えー、責務規定というものを設けて無料または定額の地域公益活動を、まあ、あの責務とするということが言われたわけですよね、まあ、その一環として社会福祉法人を、ね、あの担わせるということを期待しているのかということを言いたいんですが。三浦老健局長 総合事業はそれぞれのサービスに応じてこれは介護保険の財源を使って、まああ サービスの提供に応じたまあ報酬といいましょうか、対価を払いするという仕組みでございまして、例えば社会福祉法人がこの介護予防生活支援サービスにおいて、何らかの活動や、あるいはサービスを提供したということになれば、一般的には介護保険の財源からその費用を払うというのがルールではないかと考えているところでございます高橋静鶴子君。 あのこれまずです、ね、用心外しって議論したときに何度も、まあ、当時、田村大臣がです、ね、もう予算は介護保険の予算と同じなんだから介護保険の,その仕組みの中ではないけれど予算はそこから出ているんだから同じなんだということをおっしゃったで今、あのー、総合事業は対価支払うんだからとおっしゃっただけど、同じじゃないですよね明らかに違うでしょだってこれはあの介護予防生活支援サービスというのは 例えば通所型サービスであれば ABC とタイプ分けされていて雇用労働者によるサービスだが人員基準を緩和しているパターンボランティアが主体のパターンあるいは専門職にお願いするけれども独自基準である、まあ、要するに人件費は出さないそういうことで料金だって自治体がボランティアを使うかあるいは専門職を使うかによって全然違うわけですよね。そそもそも介護保険でいうとと利用料1割負担ここれを下回ることが 条件になっている。だから、まあ、社会福祉法人を、まあ、指定事業者としてね、受け皿になったってもらうとしても、結果としてこれはあの定額の,あの、いわゆる介護保険のサービスで本来ならやっていた仕事とほとんどに同じ仕事をやらせることになるじゃない、理論的には、そうなりませんか。三浦老健局長 この介護予防生活支援サービスは、先ほど申し上げましたとおり、多様な主体による多様なサービスの提供ということになります。従いまして、サービスの種類も、それぞれの自治体の実情に応じて、また提供主体の実情に応じて、多様なものが出てくるだろうと考えております。そのサービスの内容にふさわしい対価を、介護保険の財源からお払いするというのが、それぞれの市町村としての役割ということになろうと考えております。 高橋静子君答えになってないでしょう、だから、先週、あれだけ議論したんですよ、無料定額の地域広域活動を責務規定にしたと、だからこ今言ったのは、介護保険よりも利用料理を安くしろというのが至上命題なんですよ、それを担い手の一人として考えているということは、やっぱりそういう責務規定もあることだし。 ぜひねあの、サービス料は前よりは安くなるけれども、それも一つだよということに理論的になるじゃないですかと言っています三浦六原局長。 サービスのありようにつきましては、それぞれの法人の状況によりまして、異なるものもあろうかと思いますけれども、一般的なお話としては、先ほど申し上げていますように、それぞれのサービスの内容に応じて、 それぞれの自治体からお払いするというのがルールだということでございまして、無料定額ですとか、さまざまなその社会福祉法人としての自主的な動きというのはあろうかと思いますけれども、介護保険の制度といたしましては、先ほど来の同じようなサービスの内容に対する評価ということになろうと考えております。委員長高橋知事君はい あの、これ実は大臣に通告してるんですね。それで、私、あの、社会福祉法人は、援護局長でしょって。言ったら、いや、大臣に通告してるから、あの。いえ、おりませんって言って、今日いらしてないんですね。だと、大臣に答えてもらうしかありません。塩崎厚生労働大臣。あの、もう、言うまでもなく、社会福祉法人は、あの、社会福祉法に列挙されている社会福祉事業のほかに、地域の幅広い。 福祉ニーズに対応する公益事業を行う法人として社会福祉法に位置づけられている法人であるわけでありまして、今回の改正案では、すべての社会福祉法人につきまして、地域における公益的な取り組みの実施を、今、先生ご指摘のように、責務として位置づけておるわけで、幅広い地域の福祉ニーズに対応していくことが期待をされているということでございます。 この場合ですね、地域における公益的な取り組みは、社会福祉法人が地域の福祉ニーズに応じて、実質的に創意を凝らして実施をしていくことを期待しているものであって、あらかじめ特定の事業の受け皿となることを想定しているものではないわけであります。で地域における公益的な取り組みというのは、無料または定額の料金によりまして、既存の制度の対象とならない 福祉サービス等に対応していくものであって、介護険制度における市町村の総合事業や、生活困窮者自立支援法の任意事業を市町村の委託を受けて実施すること自体、地域における公益的な取り組みに該当するものではないというふうに思います高橋静子君。はい あの結論としては否定されなかったということだと思います、つまり、それは自主的にという間に言葉が入っているので、最初からこれをやると決めてないだけなんだと、とそうでしょあの、いろいろあるんですから、既存の制度ではないメニューというのはいろいろある、そういうものにその、地域攻撃活動というものを責務として書いたから、これは自主的にやっていただきますということになるわけで、だから私たちはあの社会福祉法人 をあのあを政府から手を振ってあの否定をしておりますがそういう意味だと思いますあの私たちは到底賛成できなかったと本当はそれを最後に一言言いたかったわけですけれどもまだ法案は通っておりませんのでこれからも引き続いてぜひこの部分は、ね、あの削,除削除なり廃案なりをしていただきたいということを言いたいなと思います。 続けていきたいと思うんですが次にです、ね、あの川上の病床機能再建について質問をいたしますで先ほど来、中島委員があの病床1割削減問題をあのつあの指摘をされております4枚目に同じ資料をつけてあるんですけれどもあのこれはです、ね、あの朝日新聞はあの病床1割削減可能と書いているんですが他の新聞は病院ベッド20万床削減と書いているのもあれば 41道府県に病床削減要請などと、まあ、見出しが踊ったわけであります、でこれはあのこのまさに今回の法案の審議に最も関係があるなと思って、あの機会を待っていたわけでありますけれども、あのこの記事の、ね、リードを読みますと、政府は15日、2025年に、 全国の入院ベッド数を16万床から20万床削減できるとする目標を発表したなのであの1割程度という見出しなんだなと思ってで朝日はこれを日本地図に落としているわけですけれどもバックデータは5枚目にあのついておりますであのただこれ注意しなければならないのはあのちょっと小判くて大変恐縮なんですけれどもパターンは A、B、C って三種類あるわけなんですよね。それであのだから 一つではないんだけれども、それを一つの例であの記事になっていたということは一つあるかと思います、それで、社会保障制度改革推進本部の下に設置された医療・介護情報の活用による改革の推進に関する専門調査会の第一次報告。この中で、あのー、具体的な 数字が出されたとでそれを総括したのが、先ほど来出ている6枚目の資料、あの病床の機能をどういうふうに分けるかという2025年の姿というのが、この6枚目の資料、先ほど来、中島委員がやっているあのこととそこまでは一緒です、それであの病床機能を4つのカテゴリーに分け、現状、で6年後の姿、2025年の姿を報告してもらう 病床機能報告制度をもとに、まあ、レセプトデータによる実際の医療動向、受療率などを分析して出されたデータであります、で私はです、ね、この問題あの、何度も質問してきましたであの、パッと気がついたのは、やはりこれ、地図に落としてしまうとです、ねあの、東北ではあの宮城を除いて2割以上、3割未満の削減なわけですで、東京、神奈川、大阪などの都市部では、むしろベッドを増やす必要があると。 いうふうふになっているとでこれはあのー、大臣覚えてらっしゃると思うんですが昨年10月の地方創生特でも質問をいたしましたで医療資源が少なく過疎化が進んでいる県ほど逆にベッドが大きく削減されて医療資源が集中している都市部でさらに増やす方向にならないかとつまりどう,あのどういう意味かというと、あのー、現状を機械的にデータ化して ししてしまうと、医師不足で病棟閉鎖せざるを得ないところが、あのー、結局、病棟がないからあの使ってないんだからいらないねとううなったりそ,のそこの町に診療科がないために地方から都市部へ通院している場合そこで足りちゃっていると。 いううことになってしまうとそういうふうなデ,データの仕方をするとあの要するに資源がないところはどんどんなくなっていく過疎化がどんどん白車が行くということになるよという指摘をしたわけです、でこのとき私はあの広い北海道が、えー、の全国の平均と比べてです、ね、10万人当たりの医師数があの札幌と旭川の医療圏だけで全国並みの平均になると。 あの要するに平均を引き上げてるんですね。だけど、他の医療圏は全部平均以下で、一番下の総医屋は90.8人で、全国平均の半分以下だと。で、こういうことが現状追認されてしまったら大変じゃないかという質問をしたわけです。そのとき、塩崎大臣は、私の質問意図を、えと、ー、らまえていただきまして、 の例えば札幌と旭川だけに患者さんが行っているという現状を前提にやるということであると、それは間違ったことになると答えてくださいました、私はまさに我が家を得たりと思ったわけであります、そこで今回の報告を見て、改めて大臣の認識を伺いたいと思います塩崎厚生労働大臣。あのご指摘のです、ね、この病床推計はもう何度も申し上げているとおり、内閣官房の調査,調査会が。 えー、厚労省がまとめた、取りまとめたガイドラインに基づいて、まあ、一定の過程をいたあ、そして計算をしたということでございますが、地域医療構想における将来の病床数は、地域ごとに人口の変動や高齢化の進展の状況を織り込みながら、今後、病床の機能、文化、連携を進めることを前提に、将来の客観的な医療需要と、 その医療需要に対する必要病床数として推計するものであると思います。従って、将来人口が減少する地域ではあ、医療需要が減少するので、必要病床数が現在よりも少なく算出をされる。人口が増加する地方では一方で、必要病床数が多く算出されることになるということだと思います。 で将来の客観的な医療ニーズに基づいて、全ての患者がその状態に応じた適切な医療を受けられるというのが、この医療構想の原点での問題意識でございますので、えー、切れ目のない医療提供体制を構築するためには、あこの患者の移動なども含めて、よく現実を見た上で、えー、この地域地域の医療構想を作っていただいて、それに見合った 医療供給体制というものを構築していくということが大事ではないかというふうに思います<上>高橋千鶴子君の、はいその。地域ごとにということを、まあ、意を含んで答弁さ,れたさし,てあのしていただいたと思うんですけれどもあのやはりです、ね、この日本地図に落とした県ごとでもやっぱりちょっと差が出ちゃったなということを思うと。 県の中だともっとリアルに出ますよね。今の北海道の中における旭川と札幌のように出ちゃうわけですよね。で、それをどういうふうに整理をするかっていったときにやっぱりね、あのー、客観的な数字に頼らざるを得なくなっちゃうわけ。本来はこの病床機能報告制度っていうのは都道府県がその報告をまとめて あの自分たちでそのあの地域医療構想を作るというあの話だったわけですよねだけどあの事務負担が大きいと言った言葉を捉えて野村総研に丸投げをしちゃったとでそれが中央にあのガバッとデータが来て今、お返しをする段階なわけでしょ今お返しをする段階そうするとそのお返しされたものを見て実際に、ね、その地域の,その特徴を踏まえながらやっていくというのはなかなか厳しいやっぱりあのすでに出ている指標 ガイイドラインに頼るざるるななくなるあの内閣府のデータだって結局は厚労省のガイドラインに頼って試算したものですからそこを、ね、どう今の趣旨を入れ込んでいくかというのを伺いたいと思うんです。高井政局長 具体であの都道府県が地域医療構想を立てるわけでございますけど、まあ、地域医療構想を区域ごとに立てるとこういうことでございます、まあ、先ほど来申し上げているように地域医療構想区域は二次医療圏をベースとはいたしますけれども必ず二次医療圏と合わせなければいけないわけではなくてその地域の患者さんの受療動向これをよく勘案していただいて二次医療圏と違う区域にしていただくということも十分あり得るわけでございます。でまたああの現在の患者 皆さんがどこの医療機関にかかっているか、このデータはあるわけですけれども、それが便利だから隣のところへ行ってかかっているのか、いや、そうじゃなくて、自分のところに医療機関がないので、隣まで。 わざわざ言っているんだというようなケースの場合に、その現状追認をするのかしないのかという部分につきましては、都道府県の政策判断といったところでございますので、そういった部分の需要見込みということにつきましては、この地,理地域医療構想を立てる段階で、各都道府県の,その構想策定会議において、検討いただきたいところでございます高橋千鶴子君。あの今こののデータを出したの 専門調査会の報告書の中にです、ね、どういうふうに書いているかって、あのい、ーまあいいことも若干あると思います、で例えば現在、二次医療圏間や都道府県間で患者の流出入が見られるが、今回の医療提供体制改革により急性期、回復期及び慢性期の医療機能については適切な拘束区域の設定を前提に、基本的には当該拘束区域の 住民の医療ニーズを当該区域の医療区間医機関で対応する自己完結をできるだけ目指すことが望ましいとで現状を全て追認することになってはならず地域の是正をはじめとして病床の機能分化や効率化を着実に進める必要があると。まあこの 機能分解や効率化の方は別として、その住民のニーズを大切にすること、自己完結であること、それ、現状追認ではなく、あのやっぱりち住民のニーズを大切にして、ね、やっていくという、まあ、この思想はあの私はとても大事だと思いますが、それはいいですよね。田政局長 先ほどもご答弁申し上げましたとおり、患者さんの受療行動につきまして、えー、それにつきまして、えー、それで良いとするのか、いや、それではいけないんだという考えるかにつきましては、一つの政策判断が入るものだというふうに考えておりまして、各都道府県におきまして、その実態を十分精査をし、地域医療構想に反映させていただきたいと考えております。結局県任せにななっっちゃううわけですよね国ががこうやてて数字を示しておきながら あの指標を示しておきながらでせっかくあのいろいろあっても内閣府もここまで言ってるねと言っているにもかかわらずそれは県が判断することですというとどうしたってあの県があの出された数字を飛び越えるようなことはできないだろうと指摘しなななければならいないと思いますそれで実はです、ね、自己完結というのは重要だけれどもあのその自己完結できなければ医療権を広げることだってありだという議論をしてきたわけですよね。 さっきから言っているようにここになくて隣の、ね、医療圏に行っているとそ,それ自体をあの医療圏にしちゃいましょうと、まあ、そういう議論もされているわけでそれでは全然私はあの納得がいかないわけですであの全国で最も入院数の少ない、まあ、長野県を目指すというのが3パターンのうち最も小さい目標なんですよね。それででも慢性病床を年度までに24万2千 減らすというものであのそういう,こうのスパンであのこの目標が立てられているでその受け皿として在宅型の地域包括ケアがセットで体制を整える必要に迫られているのではないかと思いますそこで、えー、といよいよあのの地域医療構想の中心的にない手が地域医療連携推進法人だと思いますけれどもこの地域医療構想との,あの関係は どう法文を整理されているの河井政局長。 地域医療連携推進法人あの先ほど来ご答弁申し上げているとおり地域医療構想を達成するための選択肢と位置づけているわけでございます、具体的なこの改正医療法案の規定に即して申し上げますと、医療法案の第70条の2第3項におきまして、この地域医療連携推進法人は医療連携推進区域というものを定めて、自分たちがどの範囲の区域で連携をするのかということと、区域 を定めるわけでございますが、その医療連携推進区域は、構想区域いや地域医療構想、県の定める地域医療構想区域を考慮して定めなければならない、こういった規定がございます、またああ同様に七十条の三第二項で、都道府県知事は、この地域医療連携推進法人を地域医療連携推進認定するにあたっては、地域医療構想との整合性に配慮するということが規定されているところでございます。はい、高橋知事君、はい えっと今年2月の地域医療連携推進法人制度の創設および医療法人制度の見直しについての報告の中で、え非営利型法人への参加法人の範囲について、えー、今おっしゃった事業地域範囲内における病院診療所、または介護老人保健施設を開設する複数の医療法人、その他、非営利法人の参加法人とすることを必須、こっちは必須。 もう1つは、非営利型法人の定款の定めるところにより地域包括ケアの推進のために事業地域範囲内で介護事業その他地域包括ケアの推進する事業のみを行う非営利法人についても参加法人とすることができる,、まあ、できるという,ふうな規定になっているんですけれども先ほど来議論しているようにね この川上から川下へということでは本来だ,だと介護事業が入らないと完結しないという理屈になるんじゃないかなと思いますがこれはどのように考えていらっしゃるのか。田 今回の地域医療連携推進法人におきましたご指摘のとおり、医療機関を開設する医療法人等の医療法人の参加は必須ということでございますが、介護事業等を行う非営利法人は加えることができるということで任意というふうになっているわけでございます。これは地域医療連携推進法人制度創設の趣旨が地域において良質かつ適切な医療を効率的に提供することを目的にするものでございまして、法文上も病 病員等の業務に関して連携を行うということを目的にするということが書いてあるといったことでございまして医療を中心にいたしまして介護まで視野に入れるとこういった制度というものでございます。 高橋千鶴君ちょっと相当苦しい答弁だと思うんですよね。まあ、医療法だからその介護事業者のことを、まあ、義務規定みたいには書けなかったというのが単なるあの理由じゃないかなと思うんですけれどもただ、70条の7には地域医療連携推進法人は中に略しますけど地域医療構想の達成及び 地域を包括ケアシステムの構築に資する役割を積極的に果たすように努めなければならないとこれは責務規定になっているわけですよね、積極的に果たすように努めなければならない、それは当然、社会福祉法人の参加を期待して,るあのしてもらわないと困ると思うんですよね、それはどうするんでしょうか、例えば出資して介護事業所を作ったりするんでしょうかね、それともあの貸し付けとか何らかの資金援助などであの取り込むということを念頭にしてあるんでしょうか。政局長 地域医療連携推進法人は、確かに地域包括ケアシステムの構築に資する事業を行う法人も参加法人とすることが可能ということでございまして、地域医療構想の達成とともに、地域包括ケアシステムの構築にも資することができるような法人制度であるというふうに考えているところでございます。えー、従いまして、社会福祉法人に限らず、えー 介護事業その他の地域包括ケアシステムの構築に資する事業を行う非営利法人が参加するといったこともありうるわけでございます。しかしながらあの参加をするという方法と、それからあち、えー、この法人内で、えー、評議会というものがございますが、評議会の中でそういったことを視野に入れながら連携を推進していくという方法もあろうかということでございます。ままた地域医療連携推進法法人人につききして、えー、参加法人間でで資金融通ができるという ふうになっているわけでございますけれども、おお医療法人間におきましてはそのようにしようと考えてございますけれども、社会福祉法人につきましては今般の社会福祉法人改革に鑑み、資金融通の対象から除外する方向で検討していくものと考えているところでございます。高橋副国務大臣。わか,、ま、かりました。資金融通はしないと。でその上でですね、その社会福祉法人に限らず非営利のまああの事業者ということを。 もありますっともっとこう対象がちゃくなっちゃうかなと思うんですよね、それでもともと昨年の日本最高戦略において地域包括ケアを実現するため複数の医療法人や社会福祉法人等を参加に置く非営利ホールディングカンパニー型法人制度の創設が求められていた。もう地域包括ケアをややるるためにやるのに、あのーこれまあ にですからとかそういうことを言ってる場合じゃないと思うし、それだとあの本当に大臣自身が認めているように何のためなのかということになるわけですよね。そうすると全国社会福祉法人経営者協議会調査によれば、会員法人6873法人中約半数の 三千四百六十九法人が単数施設法人なんですね。つまり一法人一施設の小規模法人。これなかなかね、二次医療権を網羅するサービスっていうのは厳しいとあの思うんですよね。だから、あの、社会福祉法人改革の中に規模拡大まで書かれていると。まあ、そういうことに全部リンクしていっちゃうのかなっていうのが一つと。それから、二〇十三年の社会保障制度改革国民会議報告書や、日本最高戦略などでも、ええー、まあ、 今言ったように社会福祉法人の規模拡大が求められるとしているであのそういうことを考えたときにですよ施設数の割合でいうと社会福祉法人が4割強で、あのー、営利法人も4割強なわけですよねそうすると、あのー、もうほとんどこう同じくらいの力関係になっている,そ,うるそれをあのだんだん、ね、地域包括ケアあの要するに今の 参加法人の中に、この営利法人も入れざるを得なくなるんじゃないかと、まあ、そういうことになるのかなと思いますが、いかがでしょうか。二政局長 先ほどご答弁申し上げましたとおり、地域医療連携推進法人につきましては、えー、参加法人として参加をし、連携をより強固にしていくといった形での参加の仕方もございますけれども、評議会といったようなところに参加をすることで、その地域の面的なあ医療介護全体を視野に入れたあ連携をについて一定の発言をしていただくと、こういった方法もあるわけでございまして、それ,それら、どういった方法を取るかにつきましては、それぞれの地域連携推進法 法人のお関係者の中で、えー、十分相談をいただいた上でえで、ー、法人を設立いただくことが適当なのではないかと考えております高橋通子君あの。参加をしなくても意見を言えば言えるからっていう、それはものすごい詭弁じゃないですかね。だっっっててて参参加加ををししたたですよそれぞれぞの あの法人がやりたいことをあのご意見を伺わなきゃいけないわけですよね地域連携法人にご意見を伺わないとあの決められないそういう関係なわけですよね。本当に、ね、あの地域から当事者の,あの居場所作りという,こう要求から発して作り上げてきたあの社会福祉法人にとって、ね、この、うん、なんていうんでしょうかねこの 連携法人と地域包括ケアの関係というのは非常に、ね、あのどうなっていくのかというのが危惧されるところだなと思うんですね、それで、うん、例えばですよその仮に社会福祉法人が参加したときするとして医療法人と、えー、連携推進法人とあるいは社員間の関係というのは、まあ 基本的に各1個の,の議決権とあるわけですよね、でだけど例外規定があるとで、規模の大きさなどにやっぱり影響される、発言力にやっぱり差をつけられる、そういうことにならないでしょうかね。二政局長 今回の地域医療連携推進法人につきましては原則としては一社員一けず議決権、参加法人一つについて一議決権ということを原則とはいたしておりますけれども定款で別段の定めをすることは可能であるというふうにしておるところでございます、これはあの公益法人制度においても同様の仕組みでございますけれども、えー その際あの定款で別の定めをすることはできるわけでありますけれどもお、医療機関の連携を図るという目的に照らし、不当な差別的な取り扱い、あるところだけは不当に差別をすると、こういったような定款の定めはあ無効ということになるわけでございます、またあ、えー、参加する法人、まあ、社員でございますけれども、こう社員が提供した金銭。 等に応じて議決権の数をこと変えるといったようなこともしてはいけないと、こういったことを規定してあるところでございます高橋千鶴子君あのしてはいけないって、今、例示したのは二つしかない、維とうだけなんですよね、そうすると、それ以外はあの認められちゃうということになるんでしょうかね。北川政局長 参加する医療機関に確かにあの大きな病院もあれば小さな診療所といったこともあろうかと思います、その点につきましては、えー、参加者、関係者の中で定款をお作りをいただく際に、えー、例えば医療機関の病床数等を総合的に考慮をして、議決権の数を異ならせるといったような取り決めをすることはあ可能であるというふうに考えております。高橋静子君 あの今おっしゃいましたねあの、病床数の違いで取り決めすることは可能であるとやっぱりこれで、あのー、力のあるなしが発言力のあるなしが変わってくるということが、あのー、やっぱり懸念されると当然、指摘せざるを得ないと思っておりますでましてね、あの先ほど来言っている社会福祉法人との関係なども、あのー、本当に1施設しかない法人がね、あのー どうなっていくのかと発言力もなかなかないという中であの本来、自分たちの持っていた理念という関係がどうなるのかなということをあの本当にこう懸念ばかりが広がるということになるかと思いますそれで,です、ね、あの今度、ちょっと話外れあの医療法人の話になりますけど地域医療連携推進法人に参加するかはあの任意であると。だけど同一のの医療権の中で、あのー 要するに、入った、連携法人の中に入った法人と、そうでない医療法人の競合をまあどう整理をしていくのかということ、あのちょっと時間の関係で二つ言います。それで、先ほどあの安倍委員もあのご紹介いただいたんですけれど、都道府県知事には、えー、自主的な取り組みだけでは機能分化が進まない場合、えー ペナルティーを行う権限があるわけですよね。指導する権限があると。で、これとの関係なんですよ。で、当然、あの、医療、一つの医療系の中に、その連携法人と、そうじゃない、連携法人に入らない法人がある、そうすると、あの、協議の場が一,あの一,一番決定権があると思うんですよね。で、知事にも権限があると。で、さっき紹介してた、あの、補助と融資の あの部分分は多削削減されて削除されれてて除います今回の中には入っていないけれども医療機関の公表などという形であの厳しくペナルティがありますでそういう中で実際はどうなんだろうとあのそれを協議の場が本当に回っていくのかなというあるいは,あるいはその参加するように誘導策があるのかつまりあの地域医療介護総合確保基金 などを活用すれば参加せざるを得なくなっちゃうとか、あの要するに参加しないでなかなか基金はあのないよねっていうまあそういうふうなことにななりかねないなと思いますがいかがでしょうか。田外政局長。 今回の地域医療連携推進法人におきましては、あその区域内で医療機関を経営している場合でありましても、参加はあくまで任意ということでございます。えー、従いまして、えー、その地域におきましても、地域医療連携推進法人、に参加する法人と、参加しない法人の、まあ、双方が存在するといったことになるわけでございます。えー、そういったことにつきましては、えー そういったことを前提に、えー、紹介、逆紹介等が行われるわけでございますけれども、そういったことにつきまして、えー、地域の住民の方の参加をする、先ほど来申し上げている、えー、評議会というものが、この連携法人にございますので、そういった中で、えー 医療機関が公平に扱われるように、えそういったことを期待しているところでございます。それから、えー、もう一点、あの県の方の、えー、権限がその地域医療連携推進法人に参加し,しない時にはそういった件。 権限が行使されるのではないかとこういったご懸念でございますけれども、県の方の病床削減の要請とこういった規定があるわけでございますけれども、これにつきましては、地域医療構想と反するかどうかということが基準でございますので、地域医療連携推進法人に参加するかどうかと、こういった基準ではございませんので、参加しない医療法人が参加しないというだけをもって不利になることはないというふうに考えております。 高橋静子君。あの、反するかどうか、えー、ごめんなさい。参加するかどうかがペナルティーになるわけないでしょ。そんなこと聞くわけないですよ。そうじゃなくて、全体として、このくらいの目標だってしたときにあの、連携法人は自分たちの中で融通して、ここまで減らしますって、例えば決めたでしょ。で、こっちは、いや、私たちは参加しませんと。減らしませんってなったら、当然そっちが、あの、そっちがダメだって話になりませんか 再来一次，继续。 地域医療構想を実現していくという過程におきまして、その病床機能ごとに、この地域ではこの機能の部分が何床ぐらい必要か、こういったところがあるわけでございます。まあ、そういったことを目指していく上えで、都道府県の方としてはあ、いろいろな協議の場を通じて、そういったことを実現していくわけでございますけれども、最終的に医療法の規定という権限も、最終的なものとしては定められているところでございます。そういった時に例えばある医療機能が Uh... 非常に多い機能があるんだけれども、その多い機能の方をさらに増床しようというような医療機関が出る場合には、そういった規定が最終的にできるだけ発動しないで実現していくことがいいわけですけれども、そういった逆のことをされる場合には、そういった規定の発動ということもありえないわけではないということでございます、従いまして、先ほど申し上げましたように、参加するかどうかということとお関わりがないことだというふうに考えております。これは分かっってるって言ったけど高橋知事子君 <laughs> <laughs> なんでそれ分かってるって言ってるのにダめ押しをするんですかあの結局こう、ほとんど機能しそうにないなと結果、最終的には協議の場をや,やらざるを得ないんだからなということをな,な,なぜかなとうう思っちゃうんですねでやっぱりなぜかなと思ったときにやっぱり決定的に違うのはあの知事が命令できるの,のは国公立病院なわけですよね。 であのこのそもそもあのヒエリが、ヒエリホールディングカンパニーあのやったらという最初にお話しされた松山さんだって最初の,あの一番の狙いは実は国公立病院なんだと言っているあのそれぞれに住民の運動があり守ってほしいという運動がありとでそ,れそれでなかなかこう減らすことができないんだとでそこにあのやっぱり 強制力をかけていくということがあの一つの狙いなのかなというふうに思っておりますが、どうお考えでしょうか。田貝政局長、地域旅行総の実現におきましては。えー 国立病院、あるいは国立系病院、そういった公的な病院の統合を前提にするものではございませんで、あくまで各医療機関が調、えー、協議の場において、自分のところの医療機関がどういった医療機能を担っていくべきかということを相談をして、自主的な取り組みを進めるというのは、これがまあ第一でございますそれが、それと違う方向へ進むような医療機関がある場合に,場合には、都道府県がそういった権限が あるとといいうことでございまして、えー、現状を維持することに関しての特別な権限があるわけではないということでございます高橋千鶴子君。現状を維持する そんな質問してませんけど <laughs> なんでそういう答弁になるんだろうね国,国公立病院をなかなか、ね、あの機能再編ができないからということをこれを最初に言っている人が狙いだと言っているとやっぱりそこがあるんでしょって指摘をしたんです私はねでな,んなんでそういう答弁になるのかというのがよくわからないであのこのから先はもう時間もあの残り少ないので大臣に答えていただきたいんですけどね。 あの結局、さっきから聞いていますとあくまでも自主的なんだと任意なんだとで県が決めるんだと言ってそ,ののそれどころか内閣府がつあの出したんだと言って厚労省は何の責任もないかのように言っているわけなんですよね。でそんななはずがないいででしょうということとこ資料の最後に あの最後のページにつけておきましたが、経済財政諮問会議、5月26日に塩崎大臣が提出した資料です、えー、中長期的視点に立った社会保障政策の展開というあの、もっと資料はいっぱいあるわけですけど、そういうテーマの資料の中に、重点改革事項として、えー、地域包括ケアシステムの構築、医療・介護サービス体制の改革、 となってて質が高く効率的な医療提供体制とあり地域医療構想の策定支援医療費適正化計画の前倒し、加速化これわざわざ赤線で囲んである、でそれもですよ20 2018年度改定でもまもなくであるにもかかわらずそれさえも待てないと。と いうことで前倒しをするとあの言っているわけですよねだったら、やっぱり厚労省として、まあ、それは上にせつかれたかということは言えるけれども、ね、結局やると言っているわけじゃないですか前倒しで,でそうなったら当然のことながらさっ,きさっきから自主的だとかいろいろ言っているあの目数字だってやらざるを得ないとそういう立場であの大臣言っているんじゃないんでしょうか。塩崎厚生労働大臣 地域医療構想は、今後のです、ね、高齢化が本格的に進んでいく中で、すべての患者がその状態に応じた適切な医療を受けられるようということで、将来の患者の医療需要と、それからそれに対応する必要な病床数を、それぞれ都道府県で推計をしてもらって、病床の機能、分化、連携を進めると、こういうものでございます。 国においては、都道府県が地域医療構想を策定をするにあたりまして、十分な支援を行っていくということが必要であると考えておって、地域医療介護総合確保基金への財政支援を実施するほか、本年3月には、地域医療構想策定のガイドラインを各都道府県にお示しをすでにしているわけでありまして、併せて、 都道府県の担当者に対する研修会を実施をしてきているわけでございます。で、あのさっきの医療保険制度改革の中で見直しがなされましたあ医療費適正化計画につきましては、このようなあ地域医療構想を踏まえて、都道府県の医療費の目標を定めることとしているほか、地域医療構想の策定を行った都道府県は、速やかに 医療費適正化計画の見直しを行うこととしているところでございます。で国としても、今年度中に医療費適正化基本方針の策定や、必要なデータの提供等の支援を行うこととしているところでございまして、ご指摘の諮問会議、このように都道府県が質の高い効率的な医療提供体制の構築を進めることができるように、国としてもしっかりできることは、 前倒して実施していくことを述べたものであって、医療費抑制先にありきというようなものではございません高橋千鶴子君。すいません、大臣それあの、これから言う質問の最後の,あの問いですけれども、二 <laughs> つをまとめて答弁されちゃったわけですが。あの <laughs> でもやっぱりそういうことなんだろうなというのがなんとなく伝わったのかと思うんですがこの資料の中にねやっぱりあの病床機能の再編地域差の縮小ってちっちゃくて申し訳ないんですがこうやって書いてますよね、でさっきから議論しているこれ、A パターンなわけですねあの最初は長野県だとでそこにこうのずっとこう分布をしているあの大きなところも こう縮めていって、あの、目標を、そこに標準を合わせて、そこから逆算をして、あの、別途削減しましょうっていうふうなことをやってきたのが、今までの議論だったということなわけです。それで、あの、同じ日のね、この5月26日の民間議員の論点整理ペーパーでは、インセンティブ改革と称して、先ほどの、えー、人口推計を用いた2025年までの病床の過不足について、あの、介護も含め、 基金の配分、診療報酬、都道府県の機能強化、あの、今は議論してきたこと、全部です。などによって、早期対応を図るべきと迫っています。で、特に民間議員の新浪氏は、その大臣のペーパーを受けて、大臣の報告を受けて、医療費適正化計画の改定前倒しを、ぜひとも、あの、前倒して実現して、あの、やってほしいと。で、医療費の抑制については、 地域間の格差を半減する目標をぜひ立てて、そうすると、えっ、ー、と、二〇一八年度、二0二十年度に向けて実行が上がるようにしていただきたい。私の資産では、それだけでも一兆円弱、八千億円程度の抑制ができる。これ、それだけでですよ。だから、薬価とかそういうのは、またその他にあるわけですよ。でそういうことを、あの、言われて、 あのー、まあ、前倒しますと言わざるを得ない。まあそういう中で今出てきている問題なんだと。そうすると結局民間議員の発言に押され医療費抑制ありきとなっているんではないかっこれが問いだったわけですが、大臣もう一回どうですか。<laughs> 塩崎厚生労働大臣。あの実際この地域差があるってことはもう間違いないことであってですね。えー、なおかつ医療費を持続可能なものにして。 なおかつ、それぞれの地域が地域の医療を決められるように、これから医療構想を作っていくということをやっていく、そういう中で、それぞれの地域の持続可能ではないかもわからないというようなところについては、やはり直していかないと、その地域でこれから国民健康保険も市町村単位じゃなくて県単位になっていくわけでありますから、そういう意味では、 当然ですね、そういった改革はやっていかなきゃいけないわけで、これは県によっていろいろな派工性がある努力をしないといけないということになりますけれども、しかし、それは結果として自分たちのやっぱり負担というものにも跳ねてくる話でもございますので、そういう意味で改革は前倒していくということは、それなりにやっぱり大事なことでありますので、しっかりとやっていかなければならないというふうに思います。 高橋千鶴子君、まあ、例えばその議論の中で,です、ね、さっき地域包括の話をしましたけど介護の経度者の 生活援助等は保険給付の対象から外すまた、通所介護などのその他支援は自治体、事業で実施する枠組みに全面的に移行すべきだとだからあの今だって随分議論して、ね、残したものとあったわけですよでそれも全部外したいと言っているそうするとその次に来るのはあの介護度一二の,の,あの外すだそういう議論かなということさえもあの現場では、ね、すごく懸念が広がっているんですよ。そうやっててが迫られている中での今の今 のあの改革なんだということで、あのしっかりね、あのやっぱりそこに分かりましたというわけにはいかないという頑張りをしていただきたいと思っております。それで、ん総理がね、先ほどあの先ほどか議論になっているその名誉クリニックのようなホールディング。 ホールディング型医療法人、まあ総理が昨年1月のダボス会議で宣言したわけですけど。まあそれとは、あの先ほどあの安倍委員が、あのあの丁寧に紹介していただいたんですが。まあ今回の法案は、まあだいぶ離れていると思うんですね。でこれはやっぱり、あの医師会も、非営利ホールディングカンパニー型法人については。 医療・営利産業として成長させたいという意図が明らかであり全く認められない、まあ、そういう発言もしておりあの、まあ、ストレートにはいかなかったんだろうとで、まあ、だからこそあの対局の冷えり方ってことであのかなり今回はあの抑制的なあの提案になったのかなと思っているんですだけどあの結局、向かうところはあのさっきそのう 向かうのかどうかという議論がちょっとありましたけれども私はやっぱりあの向かうんじゃないかなという、あのー、イメージを持っておりますみずほ銀行産業調査部の昨年のこうレポートによると、ね、あのやっぱりこのホールディング型法人の,あのモデルとされる米国の IHN については。まああのー 医療費高騰に伴う保険者の管理強化とかニーズの多様化とかあの医療サービスの機能分化などが進む中で M&A により同一地域内の病院や開業医、介護施設などの異なる機能を統合し急性期医療から外来、在宅、介護等のケアサイクルを一元的に提供する IHN 化が進んだと。で3課にに非、えー、営利の病院介護施設等に加え 利の関連法人や保、えー、保険会社も保有しているですから、日本と違ってあの保険があの公的保険がないしあの混在しているわけですよね、民間保険とアメリカの場合はあの混在しているし州によっても制度も違う、でそういう中で保険会社が、まあ、あの要するにホールディングにあの一緒に参加しているという中での、ね、やっぱりこうそういう、まあ、なんていうんでしょうか。あの この水穂の表現を借りれば、それ自体が特区のようなものだという表現をする。私、だからそのまま同じ仕組みを日本に導入することは難しいという表現をされていて、私もそ,そうだなというふうに思うんですね。で、あのやっぱりイメージとしては特区だと。だけど、そういうことを日本も、あの、競争力会議の議論などで目指してるんじゃないのかということ。で、結局ね、さっきから私医療費抑制ではないかと言ってきましたけど、それは 裏表の関係で、医療費抑制の、あのー、裏表は、結局産業化なわけですよね。公的分野の産業化ということで、もっと医療の市場化を進めたいということは、あの、大臣自身が諮問会議の場で言ってるわけですよね。だから、今度の法案が、あのー、まだまだ、 たの一気にではないけれども、その途上のものになるのではないかということを心配するわけですけれども、どのようにお考えでしょうか塩崎厚生労働大臣 <laughs> あの。ダボス会議で総理が言及した名誉クリニックにつきましては、この先ほど来お話があったように、約100の医療機関が一体的に運営されて、地域で質の高い医療を効率的に提供する体制を構築したと。 私どもはですね、やはり今回この連携法人を考えるにあたって、やはり日本の中で、それも地域で質の高い量を効率的に提供する体制を構築する一つの手段として考えうるのではないかということで、ご提案を申し上げているということだというふうに思います。それで今、あの、 産業化ということを自ら言っているのではないかということをおっしゃってますが、それは、あの、必ずしもですね、午前中にも少し意見が、ご意見がございましたけれども、この連携法人においても、株式会社をその中に一つぶら下げて、一つ二つぶら下げてもいいんじゃないかと、こういうご意見もあるわけでありますけれども、私どもはやはり、医療を中心に、 考えている今回の連携法人については、やはり非営利性を堅持するということが必要であって、地域医療連携推進法人全体の非営利性を確保するために、株式会社については参加できないということとしているわけであって、なおかつ、しかし、産業化と言っていることについてはですね、それは、この医療のど真ん中ではないところについては、 産業化をできるところについて、産業化をして、効率化を図り、そしてよってですね、より良い医療が提供できるようにすべきではないかと、もちろん製薬産業などはその典型であるわけだし、医療機器も同じ、そういうことを申し上げているので、決して医療の産業化ということ自体を言っているわけではございませんので、誤解のないようにお願いをいたしたいと思います。 高橋千鶴子君はい、これで終わりますが、その大臣がおっしゃったそのど真ん中の部分ですよね、結局、公的医療の部分があのどんどん小さくなる議論が進んできて、それが結局、受け皿としての市場感が広がっているということをあの強く指摘して終わりたいと思います。